フリアン・アンドレス・キニョネス・キニョネスは、コロンビア・ナリーニョ県マグイ・パジャン出身のサッカー選手。CF アトラス所属。ポジションは FW。コロンビア出身ながら、メキシコリーが MX で、プロキャリアをスタートさせる。2015から16シーズンに、ウォンル・ティグレスのトップチームに昇格。前期リーグは、出場機会がなく、2016年1月に、 メリダ FC に期限付き遺跡で加入。同シーズン終了まで14試合3ゴールを決め、後期リーグのチーム得点王に輝いた。2016から17シーズンに、ティグレスに復帰するも、7試合ノーゴールに終わり、2017から18シーズン再びローン遺跡で、ロボスでラブップでプレー。2017年8月5日には、当時、本田圭介が所属していた CAF。 パチューカ戦でゴールを決めるなど、リーグ戦28試合で17ゴールを決め、素質が開花。同シーズン終了後に再び、ティグレスに復帰し、2018から19シーズンは25試合6ゴールを記録した。2021年6月16日、CF アトラスへ1年間のローンとなることが発表された。2017年に U-20 コロンビア代表に選出され、 南米ユース選手権に出場。しかし、8試合のゴールに終わった。ありがとうございます。